なんだか嫌な空気。壁の一面が本棚になってるのか。図書館みたいなものか。先日そこの本棚のうちの一冊を年代測定にかけたところ、製造年代は優に2万6000年前にまで遡るのだとか。2万6000。事実だとすれば、この遺構を建設した文明は人類が最古の壁画を残すよりもはるか昔に印刷や活版、製本の技術を確立していたことになる。ありえないんじゃないか、そんなこと。少なくとも私がここを発見するまではね。測定にかけた書物は約300ページ。その全ての紙の生存年代が異なっているというありさまだった。最古のもので2万6000年前、最新のものだとつい最近の20年前。きっと私が偶然手に取ったこの本もデタラメでありえない結果を私たちに突きつけてくるんだと思う。なんだかそれってすごく不思議で素敵なことじゃない？リナリアは普段からこんなことを？普段も何も、こっちが本業だもの。この遺構を見つけたのもフィールドワークで見つけたゴフド記の記述がきっかけだったわけだしね。なんだ今のこと。リナリア、ああ失礼、またやっちゃった。中隊長は大丈夫？当たったりしてない？俺はなんともないけど、リナリアにとってはこんなの慣れっこなんだな。今くらいの歓迎なら日常茶飯事だしね。罠っていうのはその場所がどれくらいの重要度を持って建てられたかの尺度にもなる。むしろこの奇妙な遺構への理解が深まったと考えれば喜ばしいことだよ。俺みたいなボンクラだとスーツで武装してなきゃ一歩足を踏み入れた時点で田楽座したな。普段着でしかもその平常心でいられるのは大したもんだ。支給されるスーツにはどうも馴染めなくて、それにわざわざ着飾ってくるような場所でもないでしょ。そもそも私にはコーデのセンスもお金もない。それとも女の子らしくめかし込んで欲しかったと。まさか、単純にすごいと思っただけだよ。ありのままの実力が出せるならそれがベストだ。舞台の指揮官がドレスコードに厳しくなくていいわけ？そんな風紀に口うるさくするタイプの人間がこんな危なっかしい遺跡探検に付き合ったりするか。ロハでおまけにプライベートでだ。へへ。まあ中隊長殿がそうおっしゃるならお言葉に甘えさせてもらうけど、明かりはないか。一寸先どころか暗すぎて何もわからないな。ペンライト程度じゃ足元くらいしか照らせない。まあなんとかなるんじゃないかな。おい、どれくらいの広さがあるかもわからないんだぞ。危険だ。床材が陥没している可能性だってある。落ちたら死ぬぞ。だったらなおさら死体は少ない方がいいじゃない。どの道このまま引き返すなんてこと私にはできそうにないもの。リナリア、気をつけろよ。落ち着いていけ。
中隊長殿、了解です。リナリア、どうした？無事か？リナリア！リナリア！どこだ？リナリア！返事をしてくれ！リナリア、はあ、そんなに待ちきれなかったわけ？罠だの亀裂だのが本当にあったらどうするの？あんな悲鳴を聞かされてそのままじっとしてるわけにはいかないだろう。大したことじゃないよ。どうぞ。この大行なハードカバーの角が頭に直撃しただけ。これは目的の本のうちの一冊だと思う。思う？歯切れが悪いな。しょうがないでしょ。さすがにこれだけの数があるとは思わなかったし。それじゃあ、さっきの悲鳴は。確かに、あの小札記には例の文章は一冊だけだなんて書いてなかったからな。ってことは、あたりの本丸ごと全部参考文献ってことか？もちろん、ただ解読できればって条件付きだけど。確か暗号解読のツールは端末に入ってたな。こんなことならもっと真面目に授業受けとくんだったか。中隊長もやる気出てきた？ああ当たり前だろ。俺だって伊達に本の虫やってるわけじゃない。こんな光景見せられたら手ぶらじゃ帰れないぞ。遺跡探検なんか危なっかしくて嫌だとか言ってなかった？時と場合によるだろう。リナリアは何カ国語がわかるんだっけ？これアラブ文字に似てないか訳してほしいんだが。了解、後で訳すね。わかりやすくメモしておいて。今はこっちの記述が気になるから。今すぐじゃダメか？頼むよリナリア。ああくそ、もういい、自分で解読する。意外と彼も私と同じ類の人種なんだ。好きなものには抗えない正直なたちの人種。次なるフィールドワークに出発しようじゃないか。さあ、ようやく一冊